いや、そこ、呼吸のタイミング。下手くそですね。一気に行っちゃった。下手だな。こっから一気に行っちゃった。一回ここでブレス入んのにな、ここで。下手くそだな。今日のゴシップ、数忘れた。呼吸もできませんか。忘れた。今週もリスナーからで気づいてました。あ、息つかないだろうな。無理だなって。すごい。ちょっとやりすぎたな。何ですか、もう下半期は天然キャラで。ブレスも忘れる天然キャラ。変えていきますね。ちょっとシフトチェンジをね、していかないと。モグライダー待ってろよと。ともしげみたい。とね、今週は、芸能、海外、AI、ハリウッド、グルメ、エンタメ、ミュージック、ホラー。うん、ホラーもあります。ホラー、シーズンですからね。そうですね。さあ、いつも通りじゃあ、平子さんに弾いていただきます。なんかもう、ランダムに。ランダムに。何がいいとかもなしに。下とか上とかじゃなくて、これ、うん、ドン、グルメ、ラジオネーム、シャカリキコロンブス。ホラーがよかったね。31アイスクリーム、セブンティーンアイスクリームとの奇跡のコラボ企画。48ハイスキャンペーンを開催。確かに。はあ、そうだね。これ奇跡だな、この。そうだよね。二強が手を組む。そっか、そうなると。そしたら48。48になるんだ。すげえ。CM は AKB だ。そう、絶対そうだよ。絶対そうだよね。他ありないもんな。絶対そうだ。マジかよ。だからさ、あそこもそうなんだよね。マーベルとさ、うん、あっち、はい、もう、バットマンとか。バットマン、DC がさ、ちょっとでもいいからさ、絡んだら映画館大爆発じゃない？大爆発、ね、告知なし。めちゃめちゃ見たい。それは絶対見たい。いつか。アベンジャーズが、もう、新たなる外敵で、うん、もう、急、もう、もう、これもう、さすがにもう逆転無理って、うん。絶対無理、うん。全員やられてる、はい。もう助けに来る人もいません。うん、無理でしたってなった時に、うんうん、DC の音楽が、うっすら流れてきて、うんうんうん、スーパーマンが上からズドン、ずっと、ドン。みんな集合する。バッドモービルガーン、かっこいい見て、これは夢だけどね。生きてるうちにやるかな、それ、ね。めちゃくちゃ見たいですよ。それは、いつかはとは思ってますけど。ね、300年後とかかな。300年後。権利が全部どっちかに移って。わけわかんねえことになんないと。無理かもね。向こうは権利やらないんやろ、ね。いろいろあるからね。うん。だから31のピンチの時にだから、17が、ドーン何の溶けそうになってる時助けに来るみたいな。どういうシチュエーションなの。それは期待しちゃうよな。いやでも、あるかもしれないですね、それは。逆でもいいしね。壁ってやっぱりいつかね、期待してるものってね。そうそうそう。うん、俺のことを忘れてねえか。ハーゲンダッツ、ダーンドーンダーン熱っ。アイスアベンジャーズ。ね、熱くちゃダメっていうのもね。いや、いいですね。またいいですね。それもいいですね。熱くなりすぎんなよ。いいですね。キャッチコピー、ね。あれおい。何か歌が聞こえないか。コールドストーンだ従業員さんじゃない。トン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 、トン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 。そうなるとやっぱ強いね、うん。強いね。でもそう考えるとアイアンマン的な立ち位置ってスイカバーとかになるのかね。アイスで。まあまあ外資だからね。外資と日本のものって。でもそこに日本のものが混じっても熱いしね。でもガリガリ君も強いんじゃないですか。うん、日本の。ガーガリガリさんが。ガリさんが。そうだ。そうね。あの辺がいる。ガリガリ君超アイスボックス。ズバーン来ますよ。めっちゃ強いな。昔のあのメロンの容器のやつは長老的な、ね。ああ、あれね。メロンのやつね。
サクレは中堅ぐらいのところが、いろんなやつがあるとしたら。いいね、ピノさんとかも、ね、ピノも、ね、ピノ先輩もいらっしゃるし、パナップ先輩なんかもね、強いしね。足早いのかな、ピノ。イケメンの層もいますから。そうだね。さらっと、クールなね。だから、セイントセイヤの奇遇な素敵な立ち位置のね。そうですからね、なんて言っても。ね、いいね。やっぱ、これからはどんなジャンル、ラジオでも何でもそうだけど、うん、自分のとこだけがじゃなくて、そうやってコラボしてね、その業界全体を盛り上げていきましょうっていう企業は勝っていくね。いや、そうですね。そうね。本当に、うん。うん、本当にそう。盛り上げていきましょう。懐の深さがね、うん、見られるから、そういうところでは。うん、大事。それは本当に、一番大事。明治さんでも、ありがとうございます。そうです本当に。今、アイス出して、明治以外のとこ切ってってくれ。うん。明治最強だぞ、ね。お前ら何言ってんのマジで。なんか出したか違うとこ。いっぱいやってた。うん。グリコ出たな。出たね。明治が最強です。そう。そうです。明治を中心として。そうです。ね。そういうことです。アイアンマン。アイアンマン。明治こそアイアンマン。うん、次行きます。どうしようかな。芸能のゴシップ、はい、ラジオネーム前蹴りジャクソン。キャバ嬢タレントマミタム、田園調布と勘違いして調布市に移住、住みやすさに感動。田園調布じゃないの。そうだよね。少なくとも近いかなと思うかもな。そうだね。あ、そっか。全然近くないもんね。全然違いますもんね。いや、でも住みやすいでしょう。調布今人気あるんじゃないですか。人気あるよ、人気ある。人気ありますよね。調布とかもいいもんな。結局、若い頃って渋谷の近辺、下北だって言うけど、うん、年重ねていくと、調布とか、うん、三鷹とかの素晴らしさが、はいはいはい、立川とかね。本当そうっすね。分かってくれ。だからさ、大御所になると、ちょっと離れたところに住むじゃん。はいはいはい、あれそういうことだよね。あ、そうですね。ね、八王子とか、あとね、あっちのもうちょっと海沿い側に住んでみたり、ちょっと遠くてもいいから、いいっすね、そっちが、やっぱり人間住むんだからっていうところでね、自然が残された場所でって、うん。住みやすさランキングとか多分入ってるもんね、調布はね。うん、高橋さんだからさ、お子さん生まれるだなんだでさ、うん、引っ越そうとしてるじゃん。うん、はいはいはい。だから高尾山とかありなのかなと思うよな。行き過ぎてって高尾さん口は行き過ぎてるって。豊かだぜ。豊かではあるけど、失うものもでかいのよ。何言う、失うもんないよ。いや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 、遠いよ。高尾、なんで、人気だよ。あ、そうなの。何言ってんの。へぇー。そうよ。で、こっから、だから、遠いって。ね、開発もされないじゃん、ああいう場所って。開発もされないけど人気が出てきて、ね、なんか利便性は高まったりするだろうし、うん、お子さんなんか自由に育つぜ。いや、そうだけどさ、不便にはなっちゃうよね、やっぱりね。それ距離感の話でしょ。距離感の話。もうちょい近いとこがいいな。高尾さんはちょっと。どこですか？え？どの辺ならいいですか？まだ都心に。高尾、人気ランキングで、あ、すげえ、俺適当に言ったんだぜ、うん。東京都の人気駅ランキングトップ10、第1位。え？高尾駅。あ、まあ、そっか。マジ？嘘だ。言っといてさ、言っといて何なのよ。え ?2 位ニコタマだって。ニコタマ抑えて抑えての。高尾駅と高尾さんって違うのかな。まあまあそうか。高尾駅って違うのか。ちょっと、でもそうだよね。場所は一緒だよね。そっちの方だよね。うんうんうん、いや、そういうことですよ、でも。あずさとか使えば早いのかな、電車のあの特急とか。スーパーあずさみたいな。それも通ってるとこなのかどうかわかんないけど、でも、うん、いいんじゃないのそれは。うん、そんでもベイがいい。ちょっとマウンテンよりベイの方が若いね。C の方がいいっすね。若いね。いや、まだちょっと。もしどうしてもベイがいいって言うんだったら、うん、沼津を紹介するわ。だからでもいいって。俺の言ってるベイ、東京湾なんなんで駿河湾行くの。演歌で売れ切ったやつ。売れすぎてよ、もう。毎日別に都心来なくていい人。いいな。いや、俺、大したもんだなと思うわ。沼津に家建てたって言ったら。沼津やられたって思う、俺。いや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 。熱海とか。
熱海でちょっと外れ、まあ、熱海ってもうちょっとほらもう老後の最後熱海住んで海見て暮らすんで、いやその時代じゃないと思うよ。もう新幹線ぐらいじゃないですよ。こだまで、いやそういうの、それもだから毎日も来なくていいっていうくらいの、いや早いよまだ60ぐらいじゃない60、70番組とかも酒井だけ、うん、あのズームで繋がってるみたいなでっかいパネルでプロデューサーがじゃあもう外そうぜ。なるよ。来ねえなら外そうぜ。それ以上の価値があるから、その人たちはさ、熱海とか住むんだから。まだダメなのよ。早すぎるんだって。酒井だけ、ちょっと遅れて答えるじゃあもういいよ。じゃあいいよ。って大したこと言わないんだったら、いいよ、じゃあってなる。それ。テンポ遅れたらちょっと待ってくださいよ。最悪だよ。アルコ&ピース DC ガレージ。改めましてこんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子ゆきです。毎週火曜日のこの時間、我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。はい、お願いします。はい、8月1日、8月になりました。はい、いよいよ夏本番。夏本番です。うん、まあ、久しぶりに夏祭りなんかもね、本格的に復活して、そうね、もう3年4年ぶりとかでね、ね、ようやくですよ。平子家は夏祭りに参戦予定は、参戦出た、参戦ドアドーン、うわスマブラみたいな、ね、平子参戦ドーン。あ、そうなんすか。はい、行きますよ。結構な高円寺もほら阿波踊りがあるし、そうか、そう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 、ちょっとやったりすることもあるんですか、阿波。いや、あの列の連がいっぱい出てて、一番後列は多分一般参加ができるんだよね、はいはいはい、子供とかもできるし、大人もできる、いや、いいんじゃないですかそれ、まあ、俺がまあまあ高円寺はもうほぼ地元みたいなもんですけど、はいはいはい、ビビんない俺、幅利かしてた後列で、後列で連入れよって話だけどじゃあいや、いいんじゃないですかその地域の交流みたいの。いや、交流はすんのは構わないけど、別に一番後ろで踊る必要ないじゃん。それ交流って呼ばないんだよ。いや、そういうところから、いや、でも好きな人はそこでついてって踊るんだよ、やっぱり。いや、好きな人いますもんね。うん、で一番後ろで仕切ってほしいです。ちょっと左へ列うわ見出してる。あーい、一旦待とう、一旦待とう。何があったの。離れすぎてるから子供通るよ、子供通してあげて。おい、実行委員会お前らが言うんだぜ。じゃあお前誰なんだ。なんでフリーのやつがそんな仕切ってんの。フリーでそんな仕切っちゃダメなの。行きますよ。あ、いいですね、楽しみにしてるんで。出店とかはどうなんですか、やらせてあげたり。ん、出店とか、出店出店、あ、出店か、お前出店のこと出店って言ってんの。ちょっと間違えました。出店は出店の出してる側で、出店、出店はさせねえよ俺。出店ね、おい、いくらなんでもうちの息子と娘がたこ焼き焼きながら、俺後ろの、あの後ろに座ってて、小さいあのテントのある、そう、天然ブーストかけてきますね。今日は天然いや、これちょっとブーストかけすぎじゃないですか。後半持ちますか。冬どうなっちゃう。ちょっと分かりやすすぎるな。1日からこんなブーストかけてお前10、俺の19位がそんなに悔しかったか。天然19狙ってくんな、これ。うん、どうですか出店は。いや、あの出店は結構やりますよ。結構散財しますね。もうだって夏祭りは年に1回のことなんで。あ、そうなんだ。うん、へ、金魚すくいでは実際金魚飼ったりもしましたしね。下手そうですね、金魚すくいとか。平子さん、俺そんなことないよ。なんか目回した、金魚見てたら。どうやって回すの、そのまま水槽入りそう、倒れて、ジャバーン、ジャバーでっけえからグラッド、おお、ジャバーン、ディリリリリリリリ、なんでなんでゴーレムなの。
普通になんで得意ですか。あ、まあでも、まあ動きは読めちゃうよね。え、金魚の、うん、読めるわ。だから金魚はこっちだから、金魚は逃げようとするとか、逆に逃げるじゃん。こっちに来るだろうと思って予測して逃げるから、うん、だから金魚の裏の裏をかかる作業だからね、金魚すくいって。いやでも自然のものなんで読めますか、それ逆。読める。だから右にピクってやって左にその程度ですか。ポイがそんな素早くやったら割れちゃったりしますよね。でも使い方あるんですか。なんかあのね、ポイがその水面に対して斜めに入れちゃうと、やっぱりその水の抵抗って受けやすいんだから、ポイの周りの縁、縁をちゃんと平行にして水平を保ってスッて真横に移動すると、ポイのあの紙自体はダメージを受けないからね。だからポイをずっと水の中につけといちゃいけないとかじゃないのよ。水圧でもって、自分の動かす水圧でもってダメージを受けるから、いかにこう縁を真横に水平に保って移動させられるかだね、ポイントは。それが、まあまあそれ聞いたことあるな、確かに。でもうすごい細かい振動で気絶をさせるよね、水中で。電気ショックみたいなこと見たことあるよ、映像で。いかに細かい、見てごらん、おい見てごらん、すぐーっと、すんげえ振動だな。うん、それでもう泡が泡立って、金魚も気絶、カーッと気絶して。その出店のおじちゃん、熱っ！って水がもう熱っ！どうしてんの？すごいな。もう平子さん来ると全部持っていかれちゃうよ。いや、その程度かい。もっと切れていいよ、おっちゃん。いや、でもね、出店に関して言うと、うん、まあ、酒井さんもね、思うところあるみたいじゃないですか。え、思うところ、食パンで勝負しようと思ってるっていう話。いや、言ったことないですよ、食パンで。裏でよくしますけど。いや、裏でよくしねえよ。いや、いよいよ、夏祭りも復活で。いや、福ちゃん、俺食パンで出店行こうかなと思って。その枕なんだよ、その。始まる前の奥のトーク。俺はずっと握手だって言ってんだよね。いや、握手だよ、そんなの。するかな。食パンは無理でしょ。俺は言ってんだけどね。いや俺も思ってるよ。お祭りで食パン食うってどういう人？知らないよ。知らない。じゃあその人はお祭りに来ない人だよ。食パン食べたいって思ってる人はお祭りに来ない人だから。味濃いやつ食いたいんだから。あ、そう、味濃いも飲み物にガーってもうビールに合うようなものは中心ですから。うん、だって。あの出店の上のとこにもさ、うん、あの赤い文字のあの出店のフォントで食パンって書いてる、うん、一瞬違和感ないなと思うけど、ね、一瞬ね一波の絵描いてその上に食パンってこだわりはしてんだろうけどね。の生地に練乳を練り込んでふわっと甘く生クリームとイチゴのね、バージョンなんかもあったりすんですか？あったりすんだ、それでも。食パンで丸めてる。知らないのよ。知らないの。俺やろうと思ってないから、プランないのよ、別に。棒突っ込んで。すごい。はい、食パンだよ。後ろでエンジンブーンって。何に使うんだ、エンジン。それいる？こだわりはあるんでしょうね。YouTuber 来るぜ、でも。全然美味しくないですよ、これ。言うやつも出てくるし。警察呼ぶよ。どっちもおかしいよ。どっちもおかしいよ。アルコ&ピース DC ガレージ。この番組は、明治アーモンドチョコレート、他各社の提供でお送りします。うわ、なんだっけこの歌。なんかわからないけど香ばしい曲だな。香ばしいといえば俺、明治アーモンドチョコレート食べたくなっちゃった。ってもう食べてるし。香ばしいといえば直火ロースト明治アーモンドチョコレートでしょ。昨年セールスマンの死の斬新な演出で日本の演劇ファンをうならせたショーン・ホームズが豪華俳優陣日本クリエイターと作る2023年版
桜の園、パルコ劇場開場50周年記念シリーズ桜の園、出演原田美恵子、八嶋智人、孫波、安藤玉恵、川島海香、松尾隆、村井邦夫他、 TBS ラジオ公演で8月7日から29日までパルコ劇場で上演。詳しくは03-3477-5858パルコステージまで。ファクトラーリオ、アルコ&ピース DC ガレージ。いやということでちょっとね、うん、お話は変わりますけども、はいはい、虚勢オツとでも言うんですかね、はい、酒井さん、お父様ひろやすさんね、はい、亡くなられて、はい、何年ぐらいか、もう10何年か、ええ10年ぐらい、あ10年ぐらいかな、そんな経ったっけ、経ちます経ちます、あっちゅう間だね、あっちゅう間、びっくりした、もう 3,4 年前かと思ってた、そうですね、そこそこ、まあそれからね、もう何年経ってますけども、あのオールナイトニッポンの方でね、うん、酒井さんのお父さんひろやすさんとうちの父親の吉野部でのね、あの電話大喜利対決なんて、 まだね、もしかすると記憶に新しいリスナーもいるかもしれませんが、古い古いだいぶ前のやつだから、まあ、うちの父親ももう何年も前にね、ちょっと手術をして、うん、ちょっと体調を崩してたんですけども、ほうほうほう、うん、まあ、入退院ちょっと繰り返すような時期もあって、うんうん、ちょ先週亡くなりまして、うん、そうなんですよ、吉信さんも、お吉信、そうなんですよ、あら、でまあお葬式は何やらっていうね、うんうんうん、段取りの話は僕長男なんで、はいはいはい、いろいろあるんですけども、うん、まあでも、うん、酒井さんの時もそうだけどさ、うん、事務所に報告すると結構みんな気回してくれちゃうでしょ、まあ、まあそうですね、マネージャー来るとか、まあ、川崎だから近いからいいけどさ、それはあるかもしれない、俺らも行けたけどさ、うん、福島だから絶妙にやっぱ遠いし、うん、でもマネージャー来てくれたりとかさ、うんうん、みんななんかそのね、所属の芸人さん花は送ってくれたりとか、はいはいはい、ちょっといろいろそれも大変だし申し訳ないなと思って、うん、事務所に言わなかったんですよ、ほう、事務所に言わに、あのお葬式とかもろもろ全部終わってから報告しようかなって、な、うん、うんうん、でまあ仕事もありがたくもいろいろ入ってたんで、はいはい、でたまたま日曜日が休みだったんです。たまたま。うんうん、でその前日の土曜日は、うん、これもたまたま地元で仕事で。なんかそういうのってあるんだろうね。ね、ロケが入ってて、うんうん、じゃあ、まあその、まあ、お通夜に当たるようなものだったりとか、うん、まああと仮装とかは、はい、その土曜日に取り行われると。うん、その時に僕はそのいわきのロケ入ったんで、うん、まあ、僕のね、テレビ番組出るのが大好きだったから、うん、うちのパパは、うん、あ、でもこれ仕事させてもらおうと、うんうんうん、これ仕事して喜ばせようと思って、で、次の日はお葬式だから、そこはもう丸々一日出れるってことで、うん、はいはいはい、で、まあ、地元に、こう、帰る算段なんかもついたんですけど、うん、で、一日仕事させてもらって、はい、もうたまたまだけど、まあ、親父の知り合いのお店もなんかね、うん、行ったり、そんな話なんかも、その場で、うん、スタッフさんももちろん誰も知らない、共演者も誰も知らないんですけども、うん、うちの親の話になったり、うん、そんな一幕もあって、うん、なんかいいな、ありがたいなと思いながらね、あの、一日過ごしてたんですけど、うん、で、全部仕事を終えて、うん、で、実家に戻って、うん、もう仮装を終えてね、お骨になって、うん、みんなも親戚ずっと集まってるわけですよ。うん、でまあ明るいもんなんですよ、もう闘病長かったから、うん、ね、あ、もうようやくね、楽になれたね、なんていうあれで、うん、もうみんな明るいもんで、うん、で家帰って、まず最初に気になるのはやっぱり遺影ですね。遺影ね、まあ酒井さんね、お父さんひろやすさんの遺影、はい、かつてはこのオールナイトニッポンで、大喜利対決競い合った2人ですけれども、はいはいそこではまあ、覚えてらっしゃるリスナーもいるのが、酒井のお父さんの広安さんの名言の一つ、うん、ファッションについての質問かな。なかったな。それで、攻めてみました。攻めてみましたっていう名言を。コーナーとかにもなったっけ、ちょっと一瞬、ね、なったよね、うんうん。攻めてみました。最後につければ、みたいなやつあったな。こんな名言も残された。やっぱり、大喜利強者のイメージがやっぱりね。
ないよ。で、うちの父親も、まあ、ちょっと記憶に刻まれたのは、発想の逆転、うんうん。逆転の発想。センスケだね、やっぱり変だね。そうそうそう質問なんだか忘れたけど。DNA 組んでるな。どっちも。テレコにしていくっていうね。統治法を用いてきたっていうね、うん、もう大喜利がっぷり四つの親父同士ですからそこへ来るとやっぱり広安さんの家が、うん、家ではもう世界初なんじゃないのかっていうキャップをかぶった家、うん、GT ホーキンスのまあまあ確かにあれを変ですよ、ね、変な先出しされて一本を取ったわけじゃないですか一本ってなってないねあれで家ダダダダダってなってなんで笑ってるの葬式で。ちょっとさ。まだちょっと喪に含まれ、腐さなきゃいけない時でしょ、今。まだね。まだ終わり、昨日終わりだってほやほやだから、葬式で言うと。いや、そうよ。今の時ひどいわ、やっぱり。いやいやそれよ。はしごみんなで登ってたじゃん。いや、それもあったしね、うん、そんなこともあったから、さて、家どうなんだと。いや、そんな。さあ、どうなんだい。うちも負けてるはずがないとね。いや、そう。まあ、正直、あの帽子、無理、超えるの無理じゃん。正直。見たことねえもんだって、他で。やっぱ。いや、俺も負けてられない。そこは負けてられないと。で、仕事、夜になって仕事終わって、うん、実家帰ってガチャッと、家が飾られてるわけです。うん、パッと見てね、うん。青いフリースを着て、うん、外で撮った写真ですね。母親が撮った写真だと思うんですけど、青いフリースを着て、すごくにこやかに、微笑んでる、うん。いい家なんですよ。素敵。ああ、いい家だな。でも負けたな。なんで帽子かぶせねえんだよ。勝負してないよ。いや、帽子なしじゃさすがに無理だろう。フリースじゃ無理よ。いや、ここはだから、家大喜利対決に関しては、うん残念だけど、坂井家に。大喜利対決してないんだね。軍配が上がったことから認めなきゃいけないでしょうね、これはね。待って、これ笑っていい話だ、これ。大丈夫なのほやほやでしょ、だって。ほやほやって言われるだろ。いやいやいや、そうじゃん。昨日のやつが。ほやほやってなんだよ。そんな話すからさ。いやいや、そう。大喜利対決。いやいや、それで、だけどね。まあ、笑顔で、そういうね、いい写真の家にはなってはしまったんですけども、うん、シチュエーションが、うん、写真のシチュエーションが、どこまでも続く青々とした芝生のシチュエーションで、うん、マジで、エデンにいるみたいな、うん、人によっては吉野部にあげることがあるから、ね、小さいによってはね。じーっと見て、あ、これはもう広いです。ちょっと待てよ。タイトル下に貼ってあったら、エデンって貼ってあったから、あれってはちょっとなるかもしれないね。ああ、そう。どこなんですか、それは。わが、エデン。おい、これ死んだと撮ったみたいな。さっき撮ったのみたいな。いい写真なんだよ、だから。芝生の青い丘で撮ったみたいな。そう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 。だよね。やっぱ帽子には勝てないよな。いや、まあまあまあ。いや、勝てないっていうか。だかフェラーリの帽子とかだったらね、まだちょっといけないんだけどね。フェラーリかいっていう。お前 F1 乗ってねえだろ。優勝してねえだろ。でもやっぱそのエデンのシチュエーションがいいからね、これカードバトルだったらキラだからね。魔法系多分すべての攻撃を無力化する魔法系の。強いだろうな。そうね。確かに。GT ホッキーズのキャップの家は多分打撃系じゃんか。あ、まあまあ、そうですね。うん。うん、星も5ぐらいで、俺のはもう8とかの魔法系だね。英語でエデンって。エデンカード。
使い方もむずいけど、絶対。そう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 。上級者向け。上級者向け。ここで使うんだみたいな。いや、そうなんですよ。で、まあまあ、その時は一泊、夜帰ってきて、次の日、お葬式するから、つって、一泊して、まあまあ、うちの弟とか妹は地元、家住んでるから帰って、神戸の須磨に今、15歳離れた弟が住んでるから、弟も帰ってきてて、俺と弟は実家に泊まりで。うちのまゆちゃんとかも、子供たちも、あ、まあ、大人数になっちゃうから、近場のホテル泊まってて。で、俺と弟とうちのママとで、実家に行って、で、朝起きて、まあ朝ごはんも、まあこんな時だし、適当に簡単に済ませようかなって俺と弟で言ってたら、うちのママが来て、あ、ご飯なんか適当に作るよ。どうする？パンにする？それともチャプチェ？どうなってんの？どういう二択なんだ？どういう、どんな時に、どんな二択なんだよ。ご飯じゃない。韓国じゃん、もう。もちろんパンですよ。なんでその二択。で、まあまあご飯も食って、みんな集まって、いわゆるメモリアルホールみたいな。うん、ありますよね。まあ、地方の葬儀場ですよ。はいはいはい、広いところで、うん、取り行われて。うん、で、まあ、キャッパで言うとね、椅子の並びで200ないぐらいかな。ちょっとまあまあ、でも地方だからね。ちょっと大きめの。でっかいのあるもんね。そう。あるある。オールスタンディングだと、オールスタンディングだと500ぐらいいけんのかな。スタンディングの計算してないと思うよ。そう、メモリアルパーク。ねえもん、スタンディング。メモリアルパークじゃねえよ。なんだメモリアルパークって。スタンディングじゃねえか、それは。メモリアルホール。ホールか。で、まあ、取り行われたわけですけども、そしたら妹がさ、急に、お姉ちゃんこの後、あれね、スピーチしてね。おう。まあ、いや、そっか、でも長男だから、そっか、と思って、いや、でも、2、3分でいいからさ、みたいな話して、ああ、そこ、まあまあ、そこ喋んなきゃダメか、と思って。俺、だから、酒井のお父さんの葬式も行かしてもらったけど、お前スピーチ逃げたじゃんか。いや、そうそう、お母さんがやったんちゃう。そう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 。いや、何回言う別に、その、まあ、お姉ちゃんいるけどね、長男としてなんか一言添えてもいい、よかったんだけどね。そうだね。やんなかったな。逃げたな、逃げたよね。俺はもう本当にこの長男としてね、逃げずに取り組もうと。あら、すごい。まあ、その、東京からタレントが帰ってきたと。みんな期待感もあるだろうから。うん、まあ、式がこう、どんどん進んでいく中で。うん、まず最初は、友人代表。うん、父親の、学生時代、小中が一緒だったって言ってたかな。うん、代表の、スピーチお願いしますって言って、まあ、おじさん来て。すんごい悲しんでくれててね。うん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 。いや、こう、早すぎんじゃねえか、から入って、こっから小学校、中学校とかで、友達同士どんな遊びをしてたかって、俺も知らない昔の話をしてくれて、なんか一緒になんかこう焼きそば食ったり、なんか時間空いたらふらっと銭湯行ったり、ほんで、また明日な、なんて、そんなふらふらしながらでも楽しかったな、みたいな、エモいのよ。泣いちゃうね。本当に、悲しんでくれてるから、話ももう入ってくるし、で、また、今度一緒に、約束果たせなかったけど、まあ、お前入院して、手術の後だったから、約束果たせなかったけど、まだ一緒に、酒でも組み交わそう、って締めて、すごくいいスピーチで、ボロボロ泣いてくれながら、で、ありがとうございました。続いて、長男の結城さんよ。ご挨拶その後この後か、つってやっぱりまずは自分の空気にしなきゃいけない。なんでスピーチでも何でもそうなんだけど、この空気引きずれないけど、なんとか自分の空気にしなきゃいけないんだけれども、ここで素人さんは自分だけの世界観で自分の話から始めちゃうんだよね。そうじゃなくて、漫才でもそうなんだけど、前の組の空気をちょっと引きずったけど一言添えて、まあ、はいはいはい、つかみの部分で、かぶせみたいな。ね、じゃあ、立って、いや、
友人代表の方にあんないいスピーチされちゃうと、うん、遺族で長男としてちょっとハードル上がっちゃいますねって、うん、そこでふわっと掴んで、あ、いいよと、あ、いいぞと、でもあのみんなで大体スピーチ手紙用意してるけど、俺はもう空でもその場でだから、うん、まあそれもプロとしてのね、うんうん、あの見せつけてやろうと、うん、でふわっとまずは掴みに成功して、うん、でダブル掴みも必要じゃん、もう一つ掴み何もね、こんな暑い日に死ぬことはないんですけどね、すいませんね、あの真っ黒いジャケットみんな着さしちゃって、うん、そこでもうちょっとガッと、うんうん、わっと、おうおう軽脇で、年配の方がやっぱほとんどだから、はいはい、シュール系は通用しない。いや、わかんないよ。シュール系はわかんねえよ、うん。うん。だから、空気系じゃなく、結構真正面から。うん、かといって、ちょっとベラン名口調ばっかりでもダメだし、うん、なんか、ちょっとロックな感じばっかりでもダメだしね、うん、ちょうどいい隙間を狙わなきゃいけないから。はいはいはい、俺も今ちょっと思い出しだけど、うん、で、まあまあ、69歳っていうことでね、うん、まあ、あの、早くに亡くしちゃったね、なんて皆さんからねぎらいの言葉いただきますけど、でも、うん、ね、あの、こんな市役所に勤めて、うん、まあ、こんな、いい企業に入れてとか、メール喋って、で、昔は美人だった奥さんと結婚して、っていうね、うん、母親横にいるから、うん、それ母親がちょっとみたいなリアクションして、うん、それでわーっと湧いて、いい段階ですよ、これ。タンタンタンと階段登って、いい感じに上がってる、出るわけですよ、トークも。で、まあ、子供たちも結婚して、で、孫に囲まれて、唯一心残りだった長男の僕をね、身の振り方で相当悩んでたと思いますが、そこではクス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 。しかし皆さん、2023年、上半期、タレントテレビ出演総ランキング、19位でございます。うん、わーって拍手が、すごいな。故郷に錦を飾りました。みちょぱ、山里亮太、平子の並びでございます。わーって湧いて。いい流れですよ。湧いたのよ、うん。すごいね。年配の方にも。湧いたはいいんだけど、うん、あれこれどう落とそう、確かにそうもう一回そうなの、親父の方にちゃんと持ってこなきゃいけないし、そうなのよ、お笑いの方にちょっと振り切ってる感じは、お笑いの方に振り切ってるから、うん、ここでいい話の振り切り方、最後ほろりとさせて締めて、最高ですよ、さすがだな、それは最高、ここまで段階を上がってきた、でもノープランで来てるから頭真っ白で、落とし方どうしようか、落とせねえってなってる中で、あ、こっからもう素人タイムね。そうなっちゃうとね。ね、男は辛いよが大好きな父で。なっちゃった、急に。それを横で見せられてた僕も、僕は主演言ったことないんですけど、なんか僕が芸人になることも反対してたけど、それはパパが、なんか男は辛いよ横にいつも見せてたから、僕も渥美清さんを意識するようになって、やっべえ、自分の話続いてる自分の話続いてるってもう無理だって。でもそんな、ある種勝ち組人生を歩ませてくれた、今日会場にお越しの皆さんに、本当にお礼を申し上げます。シーン。着々と階段登ってたのに。いや、じゃあ自分の話でしょ、しちった。無事と思って席ついて、最後、母親のスピーチ、喪主である、優子さんお願いします、うん。小学校の教員長年やってきたから、か語りかけも。なるほど。まあ、落ち着いてて、トーンも良くて、間も良くて、うん、ふわっとユニークで、笑わせつつも、うん、最後、エモなエピソードで、すごいね、キューン締めて、本日はありがとうございました。うん、落ち着いて、聞かせる方ね、ガイガイの前に出す発声じゃなくて、うんうん、これぐらいの発声だと向こうが耳を傾けるっていう、はいはいはい、その群抜の声量で、
さすがですね。うわ、締めたなーと思って、俺ね、そんな、俺が滑ったから母親も滑れば、責任が分散されるじゃん。滑れ、滑れって思ってたけど、締めやがった。で、葬儀終わって、いろんなさ、親戚のおばちゃんやら、その昔の友人やら、うん、わーって来るじゃん。うん、全員俺素通り。ゆうこちゃん素晴らしかった。はぁ、なんか最初から決めてたんじゃねえ、喋ること、うん。別に大丈夫よ、そんなのも。いや、まあ、スピーチも、もう一回したいんだよね。ないよ、もう。テイク2。テイク2ないですよ。もう、今更出てくるんだよね。ああ、あの締め方あった。好きだからフリップでいこうかなと思って。ネタじゃないですから。そういうもんじゃないんですよ。でもね、うん、その亡くなったのがね、朝の5時十何分、早朝だったんだけど、うん、ちょうどね、俺らが家を引っ越した日だった。こっちで家建てた家に引っ越して、やっぱその親父が建てた積水ハウスに習って、俺も積水ハウスを建てて、うん、でそれ引っ越し終わった、早朝に5時何分に亡くなりましたって、うちの妹から連絡が来て、俺はもうね、引っ越しバタバタしてたから夜中まで作業して寝ちゃってて、寝ちゃったんだけど、で、うちの奥さんにね、まゆちゃんに、うちのパパ5時何分に亡くなっちゃったみたいなんだ、つって、もう、お見舞いもね、事前に言ってたからさ、って言って、いや、私、勇気よりも、後にも、勇気が寝た後にも、ちょっと引っ越しの二ほどきしてたんだ、つって、5時何分ぐらい、って言ってた。うんうん、したら、5時何分早朝に、うん、ああ、もう、空こんな明るくなっちゃったなって空を見てたんだって。で、ちょうどその時間ぐらいに、パッと空見てて、ああ、もう明るいから寝なきゃって思った時に、ちょうどその時間帯、不思議な雲を見たんだって、おう、って言って、何って聞いてたら、その、まゆみが見た、その雲の、その形だったり、特徴だったり、聞いてみたんだけど、どう考えてもね、飛行機雲なの。あのね、雪、細長い雲が、向こうからこっちに向かってずっと続いててでね、でもね、少し時間経ったら少しずつ薄れていったの。だね、うん、パパが私にメッセージを受けジャルだ。俺は言えねえから。へえ。でさ、これもさ、いろいろ事務所に言っちゃうと、いろんな気回してくれたり、マネージャーもなんやら、他のタレントさんも花輪をとか、いろいろ気回してくれちゃうから、はいはい、さっき言ったように、葬儀が全部終わってから、事務所にも報告しよう、ごめんねって、遅くなってごめんなんだよ、実はもうもろもろ終わったんだけど、こうこうこうだったんだってマネージャーに言おうと思ってた。はいはいはい、そしたら、マネージャーから電話がかかってきて、もしもしどうしたの、あ、平子さん、ごめん、お父様のことを、なんですって、俺終わってから言おうとしたのに、なんで。
あ、今現場にいるんだけど、うんうん、あの今酒井と佐久間さん一緒で、うん、佐久間さんのお母さんが、うん、それなんか知ってて、うん、佐久間さんのお母さんから佐久間さんに来て、うん、俺佐久間さんから聞いちゃってあいつさで佐井も知ってたんでしょだから俺このラジオで発表しようとしたのしょうがないですもんだってもうってさ隅田川の花火大会の配信の方で佐久間さんと一緒にやるって言ってなんか中学校の楽屋だったんですけどなんか楽屋が同じ部屋で、佐久間さんと俺と春日さんと、なんか本編の方に出る相撲取りの何人かいらっしゃったんですよ。で、僕らが入ってガラガラって開けても開口一番、平子の親父死んだって言ったんですよ。さすがにね、相撲取りもね、あれ、佐久間立ち合い変化つけてきたって思ったと思う。ビクって。台無し、うん、マジで反省してほしいわこんなシークレット情報ま口軽いわあの男岩城のネットワークすごいだろって言うんですよやかましいわハハ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 ハこれ歌詞ができたんじゃないですか、うん、これそうだよ。一発ぐらい我々 MC で一回番組やらせてもらわないと。やっとかないとね。ちょっとこれさすがに。ちょっと。でかいよ、これ歌詞。二人の家、客席に置いてさ。MC やるようになったよ、って。もう総合演出の謝罪から始まるよね。今回の経緯なんですが、僕が。アルコ&ピース DC ガレージ明治長く愛されている美味しさの秘密明治クオリティのアーモンドとアーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート特にこの直火ローストでカリッと香ばしいアーモンドが最高ああもう食べたいラジオとチョコレートは明治スターウォーズ新たなる希望のシネマコンサート開催社会現象を巻き起こし続けてきたアルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。さあ、それでは明治とのコラボコーナーに参りましょう。直火ローストのコーナー。誕生61周年の明治アーモンドチョコレートは独自の直火ローストで香ばしい。この番組のリスナーも独自に香ばしいを集めている香ばしマニアでございます。ということで、このコーナーでは、明治アーモンドチョコレートを食べる前に聞くと、香ばしさが倍増する何かを、香ばしマニアリスナーから送ってもらっています。はい、では参りましょう。ラジオネーム、5% の男子。俺がユリと付き合った話は、まだ情報解禁前だから、誰にも言うなよ。この情報解禁で俺はちょっと違和感があるんだよね。まあ SNS なんかでもね、ようやく情報解禁できます。うんうん、解禁って危険な言葉ですね。そうなんだよね。使いやすいかもしれないけど。自分で使うのでちょっと軽い違和感はね、ちょっとあるんだよね。そうだね。だあの生誕祭の生を聖なる生にして自分で言う。うん平子祐希生誕祭のあそこをもう聖なるの誕祭にする感じの違和感にちょっと似てる考えすぎかな逮捕まではいかないですね平子刑務所逮捕まで事情聴取だけして、神奈川県川崎市ラジオネームダークレッドこの動画見てみこの時の俺なんとシラフめっちゃいいな、これ。めっちゃいい。ありそう、この会話。きついな、これ。きつい。こ
それはきつい。きつい。言っちゃうね。きつって。ああ。うわぁ。これはしんどい。何してんだよ、こいつ動画で。やってんじゃん、じゃあ。もう。あえてやってんじゃん。何やってんのか知らねえけど。知っててやってんじゃん。ここまで見てやってるもんね。ねえ。続きまして。ラジオネーム、終電まんじ。そんなのとっくに試した！俺の肩こり舐めんな！知らねえ。親切心で言ってやってる。肩こりとか、でもね、若いうちの肩こりはなんかね、若い人言うね、誇りを持って言うもんね。続きまして、ラジオネーム、泡立てネット。俺、脱サラして古民家カフェ始めることにしたんすわ。え？店の名前？木漏れ日の端っこ。これ俺は、どっちだ、どっち？あれ、悪くない？木漏れ日の端っこ。もっとさ、俺らしいっすよ。木漏れ日の端っこ。端っこ。いいなって思って、平子系ですね。うん、そうだね。木漏れ日の端っこ。何がおかしいのってことですね。そう。え？木漏れ日の端っこ。俺は見逃してあげてほしいわ、うん、続きまして、茨城県ラジオネーム、ガンジス川。わんこそばに蓋なんてない！って豪語してたうちの父ちゃんが涙ながらにわんこそばの蓋閉めた時の動画見る？何これ、何これ、何これ、なんだこれ。何これ香ばしいの？蓋閉めるとストップですよね。ストップでしょ。見てえな。見たい。見たい。かわいそう。続きまして、神奈川県ラジオネーム、ボブサップ。俺、本当にタイプの女見つけたら羽に頼らずトーク一本で行くクジャクよ。クジャクじゃねえよ。トークじゃ無理だろ。求愛なんだから、あの羽は。広げた。途中で、トーク行けねえと思ったら、ブワッ。入った、羽行った、羽行った。いや、すげえな。クジャクか。続きまして、札幌市ラジオネーム、猫背ファミリー。俺の打ったそば、紫に近いんだけど、どう？どういうこと？どうじゃねえよ。なんで近いって。
ち系ね。そば打ち系もちょっといますけどね。さあ、ということで以上です。さあ、今週のスーパー香ばしは、うん、まあ、あ、そうだね。ラジオネームダークレット。この動画見てみ。この時の俺、なんとシラフ。これは、ちょっと断トツでしたね。断トツね。強いね。さあ、ということで、引き続き、明治アーモンドチョコレートを食べる前に言うと、香ばしさが倍増する何か送ってください。受付メールアドレス、すべて小文字で dcg@tbs.co.jp です。メールの件名に直火と書いて送ってください。そして、このコーナーにメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に、明治ナッツチョコシリーズ詰め合わせセットをプレゼント。アーモンド、マカダミア、カオルカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオのいつものセットに期間限定で発売中のアーモンド塩ミルクを追加した6種の詰め合わせです。放送でスーパー香ばしに選ばれたリスナーには DC ガレージオリジナルスリーブ入り明治アーモンドチョコレートを15個プレゼントいたします。欲しい方は住所と本名を忘れなく。引き続き香ばしい直火ローストメールお待ちしております。明治、やっぱ明治アーモンドチョコレートは直火ローストで香ばしいな。おいおい、明治のナッツチョコはアーモンドチョコレートだけじゃないんだぞ。なんで急に。マカダミア、カオルカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスターチオ。明治のナッツチョコを全部食べたことがないなんて香ばしい話だよ。なんかお前のキャラも香ばしくなってないかい。 TBS ラジオ公演大和ハウスプレゼンツミュージカル生きる、主演市村正親、加賀武史のダブルキャスト、黒澤明の名作を宮本亞門が演出。9月7日から新国立劇場中劇場で上演。宮本亞門です。ミュージカル生きる再演します。僕にとってこの作品はまさに自分自身の思い、いろんな経験を全て入れ込んで皆さんに生きることの素晴らしさを伝えたと思ってます。劇場でお待ちしております。詳しくはTBS ラジオホームページのイベント情報まで。アルコ&ピース DC ガレージ。この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りしました。港区赤坂の TBS からあなたに届ける、そうあなたに、アルコ&ピース DC ガレージ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。さあ、それでは明治とのコラボコーナーに参りましょう。直火ローストのコーナー。誕生61周年の明治アーモンドチョコレートは独自の直火ローストで香ばしい。この番組のリスナーも独自に香ばしいを集めている香ばしマニアでございます。
ということで、このコーナーでは明治アーモンドチョコレートを食べる前に聞くと香ばしさが倍増する何かを香ばしマニアリスナーから送ってもらっています、はい、では参りましょう。ラジオネーム 5% の男子。俺がユリと付き合った話はまだ情報解禁前だから誰にも言うなよ。この情報解禁って俺はちょっと違和感があるんだよね。まあ、SNS なんかでもね、ようやく情報解禁できますって、解禁って危険な言葉ですね。そうなんだよね。使いやすいかもしれない。自分で使うのってちょっと軽い違和感がね、ちょっとあるんだよね。そうだね。うん、あの、生誕祭の生を聖なる生にして自分で言う。うん、平子祐希生誕祭の、あそこをもう、聖なるの誕祭にする感じの違和感に、ちょっと似てる。考えすぎかな。逮捕まではいかないですよ。平子刑務所逮捕まで。事情聴取だけし。神奈川県川崎市ラジオネーム、ダークレット。この動画見てみ。この時の俺、なんとシラフ。めっちゃいいな、これ。めっちゃありそう、この会話。きついな、これ。きつい。これはきつい。きつい。言っちゃうね、きつって。ああ。うわぁ。これはしんどい。してんだよ、こいつ動画で。やってんじゃん、じゃあ。もう。あえてやってんじゃん。何やってんだか知らねえけど。知っててやってんじゃん。ここまで見てやってるもんね。ねえ。続きまして。ラジオネーム終電まんじ。そんなのとっくに試した。俺の肩こりなめんな。知らねえ。親切心で言ってやってるんだ。なんだ肩こりな。肩こりとか、ね、でもね、若いうちの肩こりはなんかね、若い人言うね。誇りを持って言うもんね。そうですね。続きまして。